こんにちは、アートオブザウォーチャンネルです。本日は歴史的な名称をご紹介しようと思います。本日ご紹介するのは、ウィリアム・シャーマン将軍です。シャーマン将軍はアメリカの南北戦争で戦った北軍側の将軍で、シャイロー海戦、イクスバーグ攻略戦、チャタヌーガの戦い、アトランタ攻略、南軍との最後の戦いファイエットビルの戦いをすべて勝利しています。細かい戦いで敗北していますが、アメリカ連合軍の南部奥地まで侵攻し、工場や鉄道などのインフラを徹底的に破壊して、南軍の継戦能力を奪いアメリカ連合国を降伏させました。南北戦争が終わると陸軍総司令官となりました。それでは、シャーマン将軍の生い立ちから見てみましょう。1820年にシャーマンはオハイオ州ランカスターで生まれる。ウィリアムズ・テカムゼ・シャーマンと名付けられる。1836年にウエストポイント陸軍士官学校に進学。そして1839年に入学してきたユリシーズ・S・グラントと出会う。彼とはその後南北戦争を共に戦う戦友となる。彼の初めての任務はフロリダで居留地を離れたインディアンを連れ戻す仕事だった。彼の初陣は米国戦争だった。彼は第3砲兵連隊の F 中隊の中尉になり、カリフォルニアに配属となる。このカリフォルニアの戦地では大きな戦いはなかったが彼は隊員に昇進している。しかし収入面で大変苦労したので、ニューヨークに一度行って退役を決意。ゴールドラッシュを背景に銀行家となる。年俸5000ドルと純利益の10という恵まれた収入を得た。しかしゴールドラッシュのバブルが終わると、ウォール街が大混乱となり、シャーマンは金融業から足を洗わざるを得なかった。そして彼は再び誘われたこともあり、軍隊に戻っている。1860年に彼はルイジアナの陸軍士官学校の技術系の教授となる。そしてこの年奴隷制度廃止をめぐってサウスカロライナ州は連邦を脱退する。そして南部10州もそれに同調する。1861年弾薬庫が襲われるなどの事件が発生。シャーマンは急いで北軍の勢力圏に移転している。そして第13歩兵連隊長になっている。階級は大佐だった。1861年4月12日にサムター要塞が南軍に占拠されて南北戦争が起きる。海戦後あの友人グラント将軍がシャイロー海戦で南軍の奇襲を受けて多くの犠牲を出した。このシャイロー海戦ではシャーマン将軍の活躍が認められ階級が上がり、シャーマン志願兵少将となった。この後シャーマンは南軍の要衝ヒンドマン要塞攻略を行い、手際よく陥落させている。そして南軍の奥地に進むために2つの要衝の攻略に入る。それはイクスバーグとチャタヌーガである。ここでまず、イクスバーグ攻略戦を見てみましょう。それではまずイクスバーグの場所を見てみましょう。アメリカ中部から少し南側になります。ミシシッピ州のクリーク地帯になります。これがイクスバーグ周辺地図です。中央にイクスバーグがあります。ここで南部から主力のグラントが渡過しようとしてますが、敵軍のペンバートンがそうはさせまいと対岸に布陣します。しかし北部にシャーマンが現れて渡過を開始。これにより強撃を恐れたペンバートンは、イクスバーグに籠城することに決めました。これが布陣図です。イクスバーグはかなりの要塞都市で、様々な高度の地形、胸壁には多くの銃眼、砦、砲形砦および三日月砲などを有しており難攻不落の要塞でした。しかしここを落とさねば南部までの道は開けません。グラントは持久戦ではなく早期に占領することを考え、要塞攻略を命令。側に砲艦を浮かせて西部からの攻撃も開始。北部をシャーマンが攻撃し、北西部をマクファーソン、西部をマクラーナンドのそれぞれの将軍に命じて、はしごを持ってなんとか要塞の胸壁や砦の攻略に打って出た。しかしことごとく失敗し、北軍の損失は戦士502名、将に550名を出して失敗した。それゆえ兵糧攻めに持ち込むことになる。包囲が続き、南軍には新たな問題が起こった。
両軍の死者と負傷者がミシシッピの夏の暑さの中で腐敗していき、悪臭を放ち、負傷者は医療と水を求めた。壊血病、マラリア、赤痢、下痢などの病気が蔓延していき、食料が不足して、都市内の犬や馬がいなくなった。その間も北軍の砲艦は22発以上の砲弾を町に撃ち込み、都市破壊を進めていた。また工作兵が塹壕突破を試み、爆薬で水を吹き飛ばしたりしたが、市内に侵入できることはなかった。最終的に2ヶ月の包囲戦の末、ペンバートンは降伏。ここにビックスバーグは陥落した。これによって南軍の一つの扉は開かれたのである。次に目指すハチャタヌーガである。ここを落とせば南軍の要衝アトランタまでの道のりを確保できる。それでは次の戦地を見てみましょう。アメリカのテネシー州の南端でミシシッピの川沿いです。ここを占拠すると南軍の主要拠点のアトランタまでは目と鼻の先で道なりを行けばいいだけです。ここが戦場周辺図です。チャタヌーガが中央にありすぐ近くにミシシッピ川が流れてます。また南の方にチカマウガの山があります。ここで北軍は一度南軍に敗北をしてます。これが婦人図です。南軍はチャタヌーガの東のミショナリーナリーリッジと南西のルックアウト山に布陣してます。両方とも南軍に要塞化されており、ルックアウト山は砲台が作られ、ミシシッピ川の幹線を射程に収めてます。またミショナリーナリーリッジはチャタヌーガの町の丘のような場所で町を一望でき、町が占拠された場合は騎兵隊が坂を降りて迎撃に当たります。いずれにしろ北軍を悩ませる大変強固な守りです。まずルックマウンテンは猛将フッカーが攻略に行き、ミショナリーナリーリッジは北部からシャーマンが担当しました。ここでシャーマンはミショナリーナリーリッジの北部より峰を目指し最大限南軍を引きつけて、ルックアウト山攻略が終わるまで交戦し続けなければなりません。シャーマン将軍はすぐに北側の峰の一つビリーウォート、ヒルを占拠します。ここからミショナリーナリーリッジを峰に沿って南進していきます。一方その頃フッカーはルックアウト山に猛攻を加え、南軍を山から叩き出しました。山に陣を張っていた南軍は急いでミショナリーナリーリッジに向かいます。ミショナリーナリーリッジでは早くもルックアウト山陥落の報を聞き、驚愕。ルックアウト山の残党をシャーマンのいる右翼に送り込んだ。一方シャーマンのミッショナリー、リッジ北部は南軍の激しい反撃に遭い少しずつ、最初に占拠したビリーウォート、ヒルに押し戻されつつあった。ここの占拠は南北戦争の行方を左右する場所なのでグラント司令は、ミッショナリー、リッジの中央部の山の下の谷底にトーマス隊、南側にフッカー隊を行かせて山を反攻しようと考えた。そしてトーマス隊もフッカー隊も持ち場に着いた。この山は何層にも砲台陣地などがあり、射撃砲戦などからトーマス隊に激しい猛射が加えられた。これにより山の麓にいることは危険と判断。山に登り射撃が届かない安全地帯にとりあえず移動しようと試みた。そうすると意外にも山には少数の兵しか残っていなかった。シャーマン部隊の猛攻で山の中央部の兵員が北部に裂かれてしまっていたからだ。また南部からはフッカーが攻めてきていたので、そちらにも兵力が割かれておりあっけなく山の頂上までトーマス隊は到着してミッショナリー、リッジは陥落した。グラントは命令してないのに勝手にトーマス隊が動いたのを最初は激怒していたが、終わってみるとミッショナリー、リッジは陥落していたので劇的な出来事だった。トーマス隊は最初は陥落させる攻撃をするつもりはなかったが、攻撃を続けたため結果的にとどめを刺す形となった。こうして南部への扉は開かれた。南部に障害はなく、重要拠点アトランタまでは丸裸であった。シャーマンはグラントと話し総勢10万の大兵力でアトランタ攻略に挑んだ。途中で南軍の反撃にあったが、すでに勢いをそがれ多くの兵力を失っていた南軍にシャーマンは止めれなかった。
トランタ王はシャーマンによって徹底的に破壊され、工場から鉄道までこれでもかというくらい破壊の限りを尽くした。これによって南軍の継戦能力はなくなった。それ以降はシャーマンは東海岸に沿って南軍の町を破壊し尽くして、町々をハリケーンが通ったかのごとく瓦礫の山にしていった。北軍と違い工業生産能力が大きく劣っていた南軍はこれが決め手となって継戦能力が崩壊していった。南軍はシャーマンとファイエットビルの戦いを挑み2万のかき集めた兵隊で戦う。しかし北軍は3倍の6万の兵力を有していて、難なく撃退されてしまう。このファイエットビルの戦いの後、南軍のストリッチモンドが陥落するとシャーマンの元に南軍の将軍ジョンストンが来る。降伏の話し合いをするためだ。シャーマンはこの敵将を非常に丁寧にもてなしたことが伝わっている。南北戦争が終わるとグラントが大統領選挙に出馬。圧倒的人気で当選し、シャーマンは陸軍総司令官となる。晩年はインディアンの反乱に対しての対応に忙殺されていくようになる。この後一つ逸話がある。1891年にシャーマンは亡くなる。享年71歳。この時葬儀に南軍の将軍ジョンストンが参列したのだ。彼は雨の中律儀に帽子を取り、シャーマンの死を悼んだんだ。その10日後ジョンストンもこの世を去る。いかがでしたでしょうか。本日は、ウィリアム・シャーマン将軍、をお届けしました。この南北戦争はナポレオン戦争の約半世紀後の戦争で、近代戦の形を形成した戦いと言えます。どのあたりがそうかというと歩兵で横陣を組んで行進するような戦術がこのあたりからなくなり始めます。またシャーマンの葬式にジョンストンが駆けつけたところは、激動の時代に生きても、敵将に敬意を忘れなかったシャーマンに対して礼儀で返したのかもしれませんね。本日はここまでです。チャンネル登録と高評価をしていただきましたら励みになります。それではまた違うテーマでお会いしましょう。